最初はその仮設住宅もなかったので、それで走っていって、まあ、皆さんが避難しているところに集会場みたいな場所を借りて外でテントを張ってやってます。やがてですね、その仮設住宅ができてから集会施設のところ、そしたらエリモでもやったらどう、だったらエリモでやったらどうだっちゃうんですけど、私のところに来てそれからですねじゃあやろうかってことになって、あの被災された次の翌年からです。あ、翌年じゃない、3年ぐらい経ってそれもあって、ということを何回かやったんですけど、それも大事ですけど、まあ、私たちがやっぱり主としてやらなきゃいけないのは、はい、耳を傾けるっていう、戦争をやっぱり、それが一番だと思って、まあ、でも、この人たちは、ものすごい現場で、機械の跡地の片付けだとか、何をね、私が、まあ、カフェデモンクの、全国のカフェデモンクに、あれして寄付金をお願いして、それが、だいぶ届けてくれたし、あとはいろんなですね、企業とか、そういうところも、し、そのエリモ町に出入りしている中で、まあ、いろんな意見を交わす機会があったっていうのが一つあって、その中で、まあ、その介護保険の分野でやっぱりその高齢になってくると、まあ、町内の特別養護老人ホームか大樹町、町を出ていくしかないみたいな選択肢しかないっていうところでいくと、やっぱりなんかこう住み慣れた町で、まあ、最後を迎えるでもないですけど、ちょっとなんかこういろいろに行ったりしてやってるんですけど、まあ、みんなで無理するっていうか、でエリモ町の中から働く人も増えてきて、それで10年がかりで帰ってきたのが、じゃあエリモの食事を題材にして作りましょうと言って、政策準備委員会が立ち上がったのが2018年ですかね。で、それからファンタジーだという言い方をしてましたね。ファンタジーで、この映画を見た方が、食事の意義を分かって理解し、でぜひリモに行ってみたいと、いうようなんかね、その会でみんなで作るっていう映画があったんです。いや、政策委員会というのが、政策準備委員会とは別にできて、そこで作る話はほとんど我々ノータッチっていう中で、はい、第4曜日ありますので、またいらしてください。今日はありがとうございました。